ステーキを作りました。いただきます。まずニンニク酢醤油ソースの方です。こちらがクレイジーソルト醤油の上に粉チーズをかけたものです。ズッキーニがみずみずしく柔らかな口当たりで甘みがよくわかります。ニンニク酢醤油の方はさっぱりといただけます。クレイジーソルトと粉チーズをかけた方はお醤油の香り、コクのある深みのある味に仕上がっています。どちらもとても美味しいです。皆さんもぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。